これはいいやつだよ。これいいやつ最後に持ってくる。こういうね、砂鉄の粒からなんですよ。で、こうやってやるとこんな風に。温度が上がってくると火の色がどんどん明るくなってくるんですね、うんうんうん、と鋼の中からの炭素の火花が出てくるんですよ、うんうん、それがまあ合図というか、うんまあ、あと勘ですよ、ねうん、よくこう音を澄ますとシュルシュルシュルっていう音が、うん、これ扇風機ですよ、うん、シュクシュクシュクって音がするんですよ、これが水が沸騰しているような音に聞こえるんで沸かしっていうんです、この作業、うん、これでね、こうやってくっつくんですよ。
から形を大きく変えてきますね。包丁の形に変えてきますけど、ね。なんかこう、まあ、鏡みたいなもので自分が何か失敗したところとかがあると鉄が教えてくれるんですよ。そうやってだからそれを無視せずにしっかりと汲み取らないとダメですよ、まあ、そこがまた一つ面白いところなんですよ。焼いて、人間でいうとすごい大きく形変えられて疲れが溜まっちゃったなっていう感じなんですよ。まあ熱を加えてあげてゆっくり肩こりを今取ってあげてる状態です、今からねこの表面を、整えて、粘土が濡れるようにするんですよね。土置きっていって、刀と同じように刃文を作るんですけど、焼き刃土っていうのを塗っていく作業になります。これがね、焼き刃土っていって、砥石の粉と粘土の粉と炭の粉が入ってます。これは引いてね、土を置いていくんで、引き土で。今からやるのが置き土って言っても、置いていくようにね、塗るんで置き土って言うんですけど。これだったらいい？ギリセーフ。よし。できました。これはその ユニークなThank you.
今のままだと叩いたら割れちゃうんですよ。そのぐらい硬いんです。しっかりとここで炙って焼きを戻してあげることによって少し人生が出てくるんですよね。この水の跳ね方でね、大体わかるんですよ。こうやってね、玉になるんですよね。こうやってこれだと大体180から200ぐらいあと冷やしておくんですね、これ。でこれをずらしていくと波紋がこう出てくるんですよ。あの同業者によく言われるんですよ、やりすぎな包丁だって、ね、でも刀と変わらないんで、こうやって波紋も出るし肌も出るし、人にあげたくないなって思えるぐらいのものじゃないとダメですよね。鋼は妻が作ってくれてるんで、うん、妻の家紋が一番下に入ってる。もう光が乗っちゃダメなんですよ、刃つけるっていうのは。光が乗らないぐらい薄くなってたら刃がついたってことなんで。うん、OK。
これこういう切れ味です、はい、うん、できない。うん、抜けないです、これね。できました。ありがとうございます。ここはね、まっすぐを見て OK です。大胆な肌合いと、うん、独創的な刃文ですね。うん、全部ですね、ね。揚げたくなくなりました、ね。